私は、前のエクササイズはよく考えてみたら数えたことなかったんですが、実は32年も前から教え始めていて、でその時はまあ、あまり何も知識ないまま動作のフォローだけで教えていたんですが、やってるうちに生徒を見てるともう肩から腕を放り動かしたりとか、肩から腕を回して、例えばエアロビクスの総式始まった時代もそうだったと思うんですが、腕を挙上するっていうのも肩から腕で、そういう動きっていうのは私の中では何かにちょっと違うなと思って、だからそこから始めた頃は何も分からなかったけど、そこから多分7、8年経ったあたりから、腕は肩甲骨からってずっと言ってましたね。で肩甲骨から腕を伸ばそう。でよく見てみたら、もうバレエってバレエのこの踊りのバレエですが、バレエってみんなバレエのダンサーって肩甲骨から腕を、でゼロポジションって肩甲骨の延長線上なので肩の真横ではないです。このバレエのダンサーってこの位置で腕を、表現ってそうですよね、一番綺麗ここじゃなくてここですよ、ね、で肩甲骨の延長線上に腕だから、この腕の根っこはやっぱり肩甲骨って板なんですよね。でそこのところの認識が本当にない人がとっても多い。でエクササイズのジャンルでもヨガのジャンルでもそうだったんですね。だからあえて肩甲骨が、まあ、おととしですかね、ちょっとタレントさんみたいな方たちが肩甲骨を動かせば痩せるみたいな、肩甲骨で痩せるみたいな、まあ、キャッチコピーっていうのかなを出して語ってくれたのが多分 火がついた一つの要因だったと思うんですが、肩甲骨を動かして痩せるっていう断言ができるかどうかは私はまだ疑問なんですね。ただ姿勢は変わるし、呼吸の量が変わる、身体機能が変わるっていうことと、もう一つ褐色脂肪細胞っていうキーワードがあったんですが、痩せるために、でもそれは肩甲骨の周囲だけではなく、もっと他の部分にもたくさんあるし、肩甲骨の周囲だけに褐色脂肪細胞があるわけではないし、なので、結果すぐイコール痩せるっていうことはちょっとまだ私の中では断言はできないけど、でも全部ストーリー展開につながっていけば、燃えやすい体には変化はするでしょう。ヨガ棒も実は体幹も使える、体幹も鍛えられるし、実は肩甲骨も相当ヨガ棒はいろいろと動かしてくれるんですね、棒によって。だからヨガ棒の発想は肩甲骨ヨガとやっぱり共通部分ってとっても多いんです、ね、今まで私のヨガの世界で割と私はどちらかというと切り口が体の機能とか解剖学的な方の切り口から入っていったんですが、ここからこの先っていうのは私は日本だけではなくて世界もなんですが、例えば体のラインがきれいになるとか若返るとか痩せるとかっていうことが第一義っていう時代はそろそろ終わって、これから特に日本はなんですが、どちらかというと不調を改善する、機能を良くする、あるいは衰えない、それからニュートラルな状態に戻して快適に自分の体がなるという方向がだんだんフォーカスされていく時代に私は変わっていくと思っていて、で私自身も年齢を超えてくると、どうやったら自分の体が痛くないか、楽か、不調、わけのわかんない不調と言われるものがなくなるかっていうことをやっぱりすごく考えるようになる。で、そのためのヨガって絶対すごく必要になってくると思うし、実はヨガは今まで科学的な例えば分析とかデータってやっとアメリカでこの10年経ってないですよ、解析が始まったのは。4000年も歴史があるヨガの歴史の中はただ伝承できて、その解析がし始めたのやっとこの7、8年、データが取れて7、8年で、いいらしい、効くらしいっていうところまでやっときた。ポーズが
ろいろあるじゃないですか。肩甲骨をうまく使うと甲骨のポーズがすごい深まって、なんかとっても気持ちが解放されるような感じがします。はい、あの背中がすごく軽くなったような気がします。特に冬だと固まってしまいがちなんですけど、最近それがなくなってスムーズに体が動かせます。